はい、こんばんは、島津です。ですね、今回はですね、ドゥーターズがね、マルチエンディングみたいなので、前回ね、投稿したエンディングとはちょっと別の結末がね、ない、あると思うんですけど、まあ、そっちが見れるようにね、探っていきたいと思います。では、やっていこう。あ、多分ね、ほら、もう一つの結末。あ、やっぱね、ミアがいるんだよ。気になってたんですよ。もうミアはね、ジャックが、ね、運んできてたって最初話で言ってたんだけど、ミアがどこにもいなかったんですよね。ここに出てますね。ミアを探せって。やっぱマルチエンディングは確定ですね、これで。悪夢の鍵は彼女が握っている。つまりまだこの時は記憶があるってことだね。OK、じゃあやっていこう。まあ、多分一つか二つはあるよね、あとエンディングは。悪夢の鍵は彼女が握っている。じゃあね、やっていこう。いつも思うんだけど、ロードが長いよね。だここ最近のね、良作ゲームってロードが長くないですかね。はい。まだ行ってない。大丈夫そうね。マーガレット、ほら、開けてくれ。もう一人いた。もうちょっと別アングルで撮りたい。まだ子供じゃないの。そうだな、もう一人の方は寝てるわ、かわいそうに。寝かしておこう。ここに数日いれば町まで連れて行けるだろう。ゾイ、ランドリーから綺麗な服を取ってきてちょうだい。ああ、きっと船のオイルか何かで汚れちゃったのね。着替えさせて、温かいベッドで寝かせてあげて、ルーカスの昔の部屋がいいわ。嘘だろ、別の部屋にしてくれよ。ルーカス、静かにしろ。もう使ってない部屋だろ。ああ、民なんだ。宿をやるのが夢だった。夢が叶ってよかったわね。寝かせて、スープを温めるわ。あ、ルーカスの部屋ってもう使ってないのか。今夜はスープが美味しいわよ。どうして、ルーカス。あ、そうなのか。3階の屋根裏だけ使ってるだけなんだね。誰かにね、ルーカス部屋使ってるみたいですよってコメント着替え返しちはゃったランんだドよリーにね。置いてあるわ。はい。だから、で、鍵を握ってるのが多分このルーカスのスマホなんだよね。あ、見れんじゃない今。ちょっと待って、どうにか見れないけ。あ、無理だ。無理だ。小さくて何も見えない。じゃあ行こう。あー、すいません。間違いでしたね。子供部屋は使ってなかったです。いや、でも別アングルでしっかり撮れてよかった。すっげえ心配そうにしてたよ。いい子だね。きれいにしてあげる。みんなもらった。何？じゃあ行こうか。とりあえずここは。父さん、停電した？雷でも落ちた？上は特になかったよね。新しい、こっち行けないね。どうしよう、一応上見てこようか。なんか細かいのがあれば。もう一個のキーピックがどこにあるかだよね。すっごい細かく探さないと出ては来ないね。ないね。あら、あ、違うか。わあ、キーピックどこで見つけられるんだろう。
これあれじゃない？この無線機。なんけ？あそこにあったやつ。廃校に。キーピック ないね。後から出てくるのかな？何の音？ここは？何もないのか。ないね。ちょっとルーカスのスマホがないか探そう。今度は。ルーカス。ルーカス、どうしたの？しっかりして。一体何が起きてるの？ちょっと探索します。ゾイシェービングクリーム。なるほど、そういうことね。スマホどっか落ちてないかね。あー、キーピックかと思ったら違った。じゃあね、スマホ探そうか。どこ行ったんだよ、ルーカスのスマホは。おあ、これ誰が作ったの？裏。うわあ、こんなのあったあったあった。ゾイ・ベイカー。あ、ベイカーが、あ、違う、ベイカーじゃなかった、ゾイが作ったんだね。はあ、4年生の時か。ジャックへ連れてきた女の人は、あ、トレーラーか。あ、そうだった。あれだったね、ちょっともう焦ってて忘れてたけど、プレートをはめるところがあったね。本人の希望で。おい、スマホよこせ。ねえのか。だっただった。もうレリーフのことをすっかり忘れてたわ。いやー、もう温かい家庭だよ。この時はまだないんだよね、ここいうところにレリーフは。レリーフも探さないといけないな。てかスマホどこ？後から手に入るのかね、スマホは。ちょこちょこ探していきましょう。まだちょっとね、調べ足りないところがあると思うんで。はい、ちょっとパスワードがわからないんですけど、パスワード何だったっけっつってんですよね。もしかしたら、エブリンにね、服を着させないで戻ったら、ルーカスがなんかベラベラ喋るんじゃないかなとちょっと考えてみました。兄ちゃん、スマホ見してくれ。ちょっと待って、なんか見えるかもしれない。アップは無理だけど。ちょっとスマホを覗いとこうか。おい、向きを変えるな。なんだよ、とっとと行けよ。パスワード教えてくれ。パスワード教えてくれ。頼むぜ。おはいはい。番号が出てこないな。待ってたら。行けって、消えろ。ほら。ちょっと言葉が変わってきた。まあ、ずっとここにいればよかったのかもしれない。もしかしたら。兄ちゃん見して。変わんないかな、言動。さっさと着替えを持ってかねえと俺の部屋が汚れちまうだろ。お、待て待て
ああ、違うか。一瞬今、数字を打つところに見えたんだけど、ダメか。どっかさ、書いてなない。んだよ、とっとと行けよ。ああ、もうダメだ。言動が変わんない。違うよね。これ番号じゃないもんね。ああ、いけ、見れるんじゃない？これ。ああ！ちょっと今見れたかもしれない。ちょっと今の位置でいよう。行けって、消えろ。言動は変わらないから、ここ大事かも。うわあ、違うんだって。こっち来いって。いや、ここなら見えたぞ。見える位置だよ。番号が見えればいいんだけど。オッケー。何？もう！さっさと着替えを持ってかねえと俺の部屋が汚れちまうだろ。はい、あれこれやってるんですが、今週記録的な大雨を引き起こした。やっぱ同じ結ま末だ行になけるんでね、もう一回やり直しです。ない。マーガレット、開けてくれ。もうル一ーカスのさ、携帯見てたんですけど、ね、全然映してくれないんだよね。もしかしたらこん時さ、見えんじゃない？まだ子供じゃないの。そうだな、もう一人の方は寝ているのやー、同かじ画し面だよね。ら。覗き込んでる。ここに数日いれば町まで連れて行けるだろゾイ、ランドリーから綺麗な服を取ってはきい、てちょうちょっとだい。待って。こいつのスマホ監視しとかない娘と。のオイルか何かで汚れちゃったのそうね。だな。着替えさせて、暖かいベッドで寝座かせっててあからげだとて。絶ルー対。カスの昔の部屋がいい嘘だろ、別の部屋にしてくれ待よ。て待て待て、静かにしろ。もう前使動っくてな、ない部屋だルーろ。カス。おお、認知来た。症やるのが夢だった。夢が叶ってよかった来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 寝た。かせて、スープを温めるわ。新しい発見。今夜消えてはる、スー消えプてが美味しいわよ。どうしてルーカス。おお、ちょっと待て。おお、ちょっと待て。なんか、あるだろう。おい、てめえ見せろ。おお、来た来た来た。1019。ああ、そうか。なるほどね。もうこれ開いた後の画面だったんだ。だから見れんかったんだ。ああ、来た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 。ああ、おお、待てよ。俺さっさと着替えを持ってかねえと俺の部屋が汚れちまうだろ。1019ね。OK。最初から監視し直してよかった。もう変化がなかったからさ、ルーカスの携帯自体に。あと、ねえ、いじってるところどこだろうってずっと考えてたんだよね。もう俺1時間かけちゃったよ、ここに。なんかさ、こう、ずっと覗き込んでたらさ、画面のどっかに映るんじゃないかなと思って監視しまくってたんですけどね。それか、こう、位置をね、ちょろちょろ変えて。それでもダメだったからね、結局。同じ画面のまんまだったから。変わんなかったから諦めて、で、先に進めてうろちょろしてたんですけどね。オッケー、じゃあ行こう。1019。おっしゃ、来よた。し。日記だね。あ、メモ帳がある。あ、メモ帳、まあ日記だ。ムカついたこと。2014年10月。1日、晩飯中にスマホを見てたら親父に殴られた。結構あれだね。ムカついたことって、あ、でも、ジャックも殴ることはないな。お袋の、料理に文句言ったら説教された。ヨガの練習していたら、え、ヨガすんの？ ルーカスヨガするんですって。変態呼ばわりされた。ヨガと練習をしていたらゾイに変態呼ばわりされた。男でも今ヨガするよ。酔っ払った親父が何でもかんでもベランダの赤い工具箱に放り込んで忘れてやがる。あそこのこと言ってんじゃないの？何でもかんでも。こんだけか。あったよね、赤い工具箱。
他のはもうただ殴られた、説教された変態、もうバカにされてる、バカにされてるっていうかね、あの人に言われてることだよね。でベランダの赤い工具箱は見た気がする。でないないない、進展がないから。ロープを持ってくるのに一体いつまでかかってる。いや、かなり最短できたぞ。1分以内だったぞ。 どうしちゃったの。この家にいる限り俺の言うことには従ってもらうぞ。ちょっと1分以内だったのになんて厳しい親だ。逃げないと。よいしょ。うん、ここのことだよね。あったよね。はい、嫌です。近づかないで。多分ね、はい、これで抜けるでしょ。でここにあった気がするんだけど、こっちじゃないか。あれ、あ、どっちだっけ。あっちか、奥の方け。ベランダだから、あれだ、あれ。あ、いけるいけるいける。あ、通れたのか俺ここ。知らんかった。この中にね、レディーフが入ってるでしょ。ほら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 、何電かんでんつってだから。やった。いや、もうレディーフしかねえだろうって思ったんですよ。ああ、よかった、気づいて。ああ、通れたのね。もうちょっと奥行けばなんか落ちてきたりなんかするかと思ったら、ははは、ここ通れたのか。知らんかったな。どうやらエンディング1個だけみたいですね。あの子は一人で寂しいの、守ってあげないと。パソコンももう使ったし、これでレリーフを取るのにね。多分あと1個だけだね。ゾイ、おお怖いって。そのフェイントがね、ほんとつらい、俺的には。いったね。オッケー。行こう。ゾイ、もうちょっとダッシュして。マーガレット立ち寄りか、遅いぞ。よし、はい、オッケー。はい、助け、急い。てか、よくこんなからくりをさ、ルーカス、あ、違う、ベイカー系も残してたよね。やった、はい、外に出てきました。じゃあ火つくかね。雨の中でも大丈夫だね。こんなのありえない。ありえない、私もそう思う。じゃあね、宮のところに行こうか。ここにはないよね。じゃあいよいよ、あ、ここってどうなってんだ、ちょっと見ていこう。ここは元から、あ、いや、ただのあれだ。うん、扉だったんだね。ルーカスが改造したのか。ちょっとやっぱ周りも気になるよね。ここは開かない。おおおお、マンホールかと思ったら普通のか。あ、ああ、囲ってあんだ、こっち行けなかったんだね。こんぐらいでいいかな。はい、じゃあ宮のところ行こうか。はい、では宮のところに行きましょうか。エンディングになるか先になるかは、先があるかね、わかんないけど。失礼。おい、ちょっと家でやばいことになってんだよ。女の子が来たんだけどさ、なんかおかしいんですよ。ミヤいないのか。あれ、あ、いた、倒れてる。倒れてるけど、ちょっと物色させてください。なんかないか。なんもないね。ここはまだ そうだね、ゾイの部屋じゃなかったんだね、この当時は。なんかないけ。
なんかすげえ倒れてるから心配なんだけどね。他、はい、異常なしかな。じゃあ行こうか。おっと、これはどっち、頭だね、頭の部分だ。あ、これだから座礁したタンカーから運んできたのかな。運んできたっていうか、まあ見つけたんだろうね。で、なんか手紙っぽいのが。ベイカー家の皆様へ、助けてくれてありがとう。でも私のことはどうか忘れてください。この時はまだミアは記憶があったんだね。あの船で私はある大事な荷物を運んでいました。もしその荷物と関わったことが知れれば、必ずあなたたちに迷惑がかかります。州や警察には通報せず、私とも出会わなかったことにしてください。それと大切なこと、船のそばで10歳くらいの黒髪の女の子を見かけても近づかないでください。エブリンのことだね。でも連れてきてるから、多分これ書いて渡そうとしたんじゃない、手紙を。で、書いてる途中に倒れたってことじゃない。うん、話しかけられたら速やかにその場を離れてください。ただし絶対に彼女の機嫌を損ねないように。もし今あなたが何か不調を感じているのなら、それはきっと最悪の結果を招きます。病院では治療を治せず死ぬより恐ろしいことです。でも助かる方法があります。血清を打てば症状の進行を、っていうところで倒れたんだね。激しく字が乱れていて続きが判別できない。渡そうとして書いてる途中で倒れたね、これ。じゃあ取ろうか。これは脳みそが半分。これ赤ちゃんだよね。 D005 って書いてあるね。お姉ちゃん、おいは、ちょ、ライターつけよう。怖い、後ろ見れない。クルリンパト。おう痛い。おお、朝は寝ちゃってたみたい。おやおやおや、ようやく起きたみたいだな。まずいコーヒーの匂いで目を覚ませよ。ルーカス、大丈夫かい。昨日の夜は嵐でみんな大騒ぎだったからね。うん、大丈夫。でもすっごく変な夢を見てた気がする。小さい女の子が。朝ごはんを食べ終わったら、待て待て、ルーカスを連れて嵐の被害がないか調べてくる。お前たちも家の周りを確認する。それはいいアイデアね。前のハリケーン覚えてる？最初は被害が少なくても次に雨が降ったら大変なことになったんだから。よろしくお姉ちゃん。おお、こうしてゾイの孤独な戦いは始まった。完全な支配こそ免れたものの、エブリンの呪縛は次第に体を蝕んでいく。表現した家族に追われつつ、ミアの書き残した血清を当てどころなく探し求める日々。やがて彼女の前にイーサンが現れ、血清の元へ導くのはまだ遥か先のことである。はあ、やっぱね、ゾイだけ免れてたんだね、支配から。夢って思ってたものが、現実だったってことよね。ゾイはどうなのかね、最終的に。孤独な戦いの幕開け。はい、
グッドエンディングになるんですかね。迎えることができました。前回はバッドエンディングだったけどね。いや難儀だった。一番ね難儀だったのはね、パスワードをね探すところだった。はあ、苦労しました。多分ね、ゾイね、ノットはヒーローで出てくるんじゃないかなって思ってます、今のところ。自分の考えとしてはね。あれが正規ルートなんだろうね。グッドエンディングなんだろうね。宮に撃つことが。ねえ、ゾイはね、ちょっと生きててほしい。ね。ということで、ノットはヒーローにね、期待しましょう。はい、というところでね、本日、第2回目かって言えばいいのかな。ドゥーターズね。ドゥータースか。ね。これにて終了したいと思います。ご視聴ね、ありがとうございました。ね、残りのね、まあ、ナイトメアとね、21やってないんだけど、これはね、ちょっと生放送でやろうかなって思ってます。なんかミニゲームみたいだからね。はい。それでは、ご視聴ありがとうございました。次回も、ごめんなさい。次回もね、またよろしかったら見ていただければと思います。それではね、失礼させていただきます。島津でした。